はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポンを実況するニオ2ダウンロードコンテンツ第3弾、大書の侍飛士、今回は90回目となっております。今回はですね、いよいよもうニオ2シリーズも、ラストということで、前回クリアできなかった、神謡手合、このね、敵がめちゃくちゃ出てくる神謡手合の修羅の夢路編の難易度を、クリアすることを、今回はやっていきたいと思います。前回はですね、まあ一番最後だと思われる大竹丸2年生の後、ちょっと頑張ってクリアしたいなということになったので、エンドコンテンツの無限国、に行って装備をかき集めてきて、レベルをめちゃくちゃ上げてきました。とりあえず492まで、レベルを上げて、装備も一応まあ50台51台ですかね、上げてきて、で音系の方もイザナギを4つ揃えて、防御を上げたり体力を上げたりしています。もう本当は大変でした。で、装備の方は、メイン装備の方は今回はこちら、トーマガシラ装備ですね、こちらでいきたいと思います。まあ、結構妖怪が出てくるっていうのがあるので、まあ、ちょっと上属性のダメージが入りやすいような、ビルドを組んで、神謡手合のリベンジ戦やっていきたいと思います。まあこれでね、これをクリアするとトロフィーがもらえるので、まあ、頑張って、クリアしようかなと思います。で、各ボスに対しても、一応対策は練ってきたので、なんとかなるんじゃねえかなと思って、頑張ってやっていこうかなと思います。いや、本当にね、大変なんですわ。雷よけのお守りが出てるね。雷よけのは途中で使う可能性があるから出しようかな。じゃあ行きますか。じゃあ行きましょう。クリアするぞ。お、楽、あ、楽。よし、いいね。よし、まあ、戦略をどう残すかっていうのが大事ですからね。痛い痛い痛い。よし、ほら、よし、最初が俺、よし、最初確かあれだよね、メズキかな。え、いやいやいや、あ、いいダメージ入りますね。いいダメージが入ります。あ、いたいたいた。今ね、戦略をどう残すか考えてますね。まずはメズキ。よいしょ。あ、痛い痛い痛い。戦略をなるべくドロップさせときたいですね。多分途中で戦略切れになる可能性があるから。あ、痛い、当たるのか。おい、ほら、ほら、俺はクリアするんだ、今日こそこれを。この後、メズキ、ゴズメズですね、最初のラウンドはね。この辺りから多分、メズキが多分出てくると思うので、先にもうこれで、ゴズをかざしたい。あ、どん、あらららららら。
で、一応装備の恩恵の方で常世払いすると、防御が上がるようにそうです。事故りたくないから回復しようかな。で相手の気力を削ると、攻撃力増強も入るので、これはいい。あの常世払いで防御が上がるのはいいですね、個人的に。ほら、カシャ様お願いいたします。妖怪技はカシャとあれつけていきます。坂部姫か。よし、まあこの辺はまあ上等じゃないですか。かけら取って、これ取って、で戦略はこれラウンド引き継がれるのかな。これはこのラこれね、はい、何でもいらないわそんなの。あげるよ戦略は。これもう残しておくから、はい、ありがとう。最高第二陣、よし、オッケー。ああ戦略取っちゃった。おいちょん、おいおい、はい、これ斎藤達雄だった、ん達雄だったこれ。ワイラ、ワイラ様、よし、戦略は残しよう、戦略ど、戦略は残しよう。危ない、オッケー、ビリビリ、あ、仮面属性になるのか。まあいいか。さあ、ヨシタツ、さあ、ちょっとヨシタツは警戒しながら戦おうかな。東京だぜ。え、このモードに入ったら妖怪技で気力を削ろう、するとダメージが入りやすい。そうです、これね、吉田戦で一番気をつけなくちゃいけないのはこれ、このキャッチですね。キャッチで妖力取られちゃう。痛い、一回両方回復したいですよ。オッケー、アイダン、あらららららあらららららとと、ほい、痛い、めっちゃ容量削られる。そう、相手
て回収して、よし、ここまではいいですね。なるべく大竹丸戦、まあでもチェックポイントは一応存在するから、そのチェックポイントまでに戦略をやっぱり起こしておきたいですね。人命か、運命は根性があるからね、使っちゃおう。よし、あ、戦略取っちゃった。これ戦略取らないです、難しいな。なるべく丸は押さないようにしようかな。戦略は残しておこうね。マガラ兄弟、その後はマガラ戦ですね。マガラ強いから、 OK、 回復して、さあ来たな。ちょっとこいつは強いぞ。痛い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 。ういこんだけ戦略の古書記は途中で戦略は切れんだろう。はい、よし、次だ。ここまではいいな。誰だっけ、斎藤星光だっけ。星光強えんだよな。下妻ライデンか。えらい、で、ここが、最下手。この子の大砲を食らうとね、大変なことになるから。装備かっこいいんだよね。
呼ばしてもらおうか。あ、そうか、こいつか。やべえ。いってえ。こいつの攻撃力はバカにならないことを忘れていた。なんとも食らうかや。これ信長出てくんじゃん。これそうだ、信長出てくる。序盤の山場だ。序盤の山です。やばい、これはやばい、普通にやばい。おい、どうした、もっと楽しませよ。それはこっちのセリフだぜ。信長、協力よこせ。ほら、よし。よし。ちょっと選んで取んなくちゃいけないからさ。わかる？戦略を残したいんですよ。こっちね。よし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 。飲んで回収して、あれや、回収しよう。この後が都市密かな。お、ありがとう、霊石いっぱい。カッパか、カッパやばいんだよね、こいつら。分かってるぞ、お前らの動きは。何回もやられてるからね。さあ、一番やばい。一番嫌だよ。あぶね。普通にやられるからな。悟りのイメージ編で難易度の斎藤利道めちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強い。ほら、なかなか気力を削れな。いただき、やります。よし、チャンスです。
しょか。終わりはしません。せっけっか。両面作るんだ。ちょっと事故る可能性があるからな。人脈はいろいろうろっているから大丈夫だけど。強いからなこれ。痛い。吸い込ませないと個人的にはめちゃくちゃ辛い。なんでかっていうと離れると弓がね威力が高いから、これはね強いんですわ。よっしゃいいよ。ここまでは順調よ。ここまでは順調。さすがにやっぱね気合が入りが違うからね。戦略が4つ。おいいね。あ、でも時間経過で戦略消えてんな。ああ、これちょっとしょうがねえな、でも。そういうことか。時間経過で消えるんだ。だからやっぱり大竹丸戦をいかに、の時にいかに戦略をドロップさせてるかだから。大竹丸戦まではちょっと使いたくないんだよね。陰陽術とかね。オッケー。弁慶戦ですね、ここは。この後はね。オーケー。うっぺっ。やべ、状態異常になっちゃった。弁慶さんです。あれ強えからな弁慶も。
あの攻撃はわかんないけどね。カウンターを取るタイミングが分かってないな。連携戦で気をつけなくちゃいけないのは炎戦、炎の、地形ダメージとかね、継続ダメージがなかなかにエグいので。攻撃を下げて。して。欲張った今。よし。結構入るから。よし、弁慶の泣きどころに入ったようだ。回収して。OK。よし、突破。いいですね。この後はあれかな、あれか、読み雷神か。読み雷神だな、次だな。よし、ありがとう。この失礼こと違えよ。まあでもこのキツネ意外と侮れねえからな。さあヤシャリ、ヤシャリね、これ絶望的な強さを持ってるから。そして読み軍、うわー、読みしまった。見て、こいつも強えんだわ。さあ、読み雷神。さあ、ここ山だね。ここ山だわ。一番山、じゃあ使おう。上げに来てないけど大丈夫かな。まあなんとかなるでしょう。まあ、攻撃を食らわなきゃいいだけの話だから。バカ野郎だから。とにかく。未来人の。顔にある顔かな。危ない危ない、危ねえ、やばいやばいやばい、怖い怖い怖い。すごい雷。そう、あの払いがね2回来るんだよね。意外と攻撃回数多いから。痛い、意外とね情け容赦ないですからね。危ない危ない。読み雷神戦はちょっとあれだな、戦略使うぐらいの勢いでいいかもしれないね。それぐらいちょっと強いから。怖い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 怖
おさかめ姫様危ない危ない、よしよっしゃー、よし回収して回収して、さあ行きましょう。大竹丸戦ですね。その前に四鬼との戦いがあるんだよね、確かね。よし、オッケーオッケー。戦略四鬼戦の前で戦略どれぐらい残せるかだなあいつはやべえから。さあ行くぜ。おい、なんだなんだなんだ、出た出た。もうほらこの時に意外と痛いんだよね。痛い、やめてくれ。おやめになられて離れろ俺から。あれ縦絵星あったっけ。縦絵星はないよね。いつまで、いつまで、まではね、これもう悟りのイメージ編とかになるといつまでがボスだから、ね、普通のただのボスだから、ね、よしよっしゃ。はさあまずは金鬼に、まあ、金鬼わかんないからな。妖怪属性使ってくれるよね。で次が水鬼。水鬼はね、一部攻撃パターンがね、雪女の攻撃パターン入ってんじゃないのかな多分。まあ。で一番情け容赦ないのもこいつねこいつほんと情け容赦しないから、攻撃力だけだったらねその辺のボス食うからね。一瞬の火力はマジで高い。ただ防御力がそんな高くないかな。よし突破。さあ問題のとこまでやってまいりましたよ。いかに戦略を、まあ、結構戦略は残せてるから多分大丈夫だと思うけど、頑張りましょう。いやクリアしてえなクリアしてえな。さすがにちょっと使おうかな。大竹丸戦だからね。ウィリアム戦で残しておきたい部分もある。こういう曲やばいから。まずは第一形態。これはあれだね、ダウンロードコンテンツの一番最初に出てきた時の大竹丸だね。まだあの、なんで人と大竹丸が融合したばっかなんですね。まあ、この状態もなかなかエグいんですよね。一番はやっぱりこの雷属性攻撃かな。やっぱりまあ水もそれなりにやばいんですけど、まあ、炎はまだいいよ。炎はね、やばい。ありがとうございます。バカ野郎かよ。
ふざけやがってよ。痛い。回復して。一回ちょっと戦略を。戦略開始したいです。危ねえ。うわーマジか。おお、防御力増強が入ってるからそれなりにできるはず。あ、防御強くしよかったよマジで。爆ってやつか。うわ痛い。あぶね。これ後ろ取れるからこれ。技壁を背にされるとちょっと嫌ですね。危ねえ。よし、こちらの攻撃のようだ。ありがとうございます。さあ、よし、第二形態。えらい、えよし、削ったぞ。やめてー、マジで事故りそう。あぶねえ。おい、痛い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 。ねえな、おい。食らいやがれ。よしよし、一旦離れよう。あ、痛い痛い、ビビった。いけるいける、よし、終わりだぜ。お前とはもう会うことはないだろう。回収しよう、回収しよう。よし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 。さあこっからよ。さあウィリアム戦、前回はやられたからな。今回はそういかないぞ。よし、まだこれで1難を取ろう。ウィリアムの刀、なんだっけ、ラスボスで作れるやつかな、忘れちゃったな。やばい。さあ、つくもか。
いや、やべえ。これどうすればいいのかな。離れた方がいい。いや、使うわ。ちょっと使わって。ウィリアムって槍も使うんだよね。よっしゃ、ここほい、もうちょい、もうちょいだ、いける。やばい、やばい、わからん、あぶね。シアーシャ、シアーシャの攻撃痛そうだな。やったー、倒したぞ。やったクリアした。やったよ、長かった。This is no pushover. ありがとう、ウィリアム。1の主人公、そして2を2も終わりですかね。やったー、クリアできたー。うわー、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいわ。マスラオブリ、はあ、やったー、クリアしたぞ。やったぜー。おー、やった、トロフィー取れた。やったー、終わったー、全部取ったわ。はい、ということで、皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。これにて、ニオ2全シリーズ、全90話に及びました。僕のシリーズも一旦は終わりになります。非常に思い入れのあるタイトルになりましたね。初めて、多分トロコンしたのが多分ニオ2初めてなんじゃないのかなっていうぐらい、がっつりやり込ませていただいたタイトルなんですけども、次回シリーズまた違うゲームをね、またやって、まあ、用意してありますので、そちらの方をですね、やっていきたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。そして、ニオ2シリーズ、チーム忍者さんが、またね、違うタイトルを開発するようなことがあれば、ぜひそちらも楽しみにしておこうかなと思います。というわけで皆さん、ニオ2全90話、これにて完結です。お疲れ様でした。